1789年の創設以来、45人がアメリカ合衆国大統領に就任し、そのうち8人が在任中に死去している。8人のうち暗殺された者は4人、自然死した者は4人である。それらの事例において、副大統領が大統領職を継承した。この観光は、現在、1967年に批准された。 アメリカ合衆国憲法修正第25条第1節大統領の免職、死亡、辞職の場合には副大統領が大統領となるに準拠している。この慣行の初の承認は最初に採択された憲法第2条第1節第6項に規定されており、次のように書かれている大統領が免職、死亡、辞任し、またはその権限及び義務を遂行する能力を 失った場合は、その職務権限は副大統領に帰属する。初めて在任中に亡くなった大統領は、ウィルアム・ヘンリー・ハリソンであり、就任からわずか1ヶ月後の1841年4月4日のことであった。彼の死因は当時は肺炎であると考えられていた。2番目は、ザカリー・テイラーであり、1850年7月9日に、急性腸炎で亡くなった。 三人目のエイブラハム・リンカーンは初めて暗殺された大統領であった。1865年4月14日夜に彼はジョン・ウィルクス・ブースによって銃撃され、翌朝死亡した。それから16年後の1881年7月2日に、ジェームズ・ガー・フィールドがチャールズ・ジェイ・ギトムによって銃撃を受け、それから2ヶ月以上生き延びたものの同年9月19日に亡くなった。 1900年11月に再選を果たした、ウィリアム・マッキンリーは、翌1901年9月6日に、レオン・チョルゴッシュによって銃撃され、その8日後に亡くなった。その次は、オレンジー・ハーディングであり、1923年8月2日に、心臓発作により亡くなった。1945年4月12日、4期目を開始したばかりのフランクリン・ディ・ルーズベルトが倒れ、 脳内出血の結果亡くなった。在任中亡くなった大統領で、最新は、ジョン・カイ・ケネディであり、彼は1963年11月22日に、テキサス州ダラスで、リー・ハーベーオズワルドによって暗殺された。牧師、医師、家族、行政官に囲まれながら、死の床につくウィリアム・ヘンリー・ハリソンを描いた、1841年3月26日。 ウィリアム・ヘンリー・ハリソンは豪雨にさらされた後に風邪をひいて病気になった。彼の症状はその後の2日間で次第に悪化し、その段階で医師団が治療のために招集された。右下場肺炎の診断が下された後、医師団は彼の裸の胴体に加熱された吸引カップを当て、病を抜くために射血が投与された。それらの処置でも改善が見られなかったために、医師団は彼に、 トコン、ヒマシユ、カロメルを施し、最後には石油とベージニアスネークルートの混合物が投与された。これらの処置はすべてハリソンをより弱体化させたに過ぎなかった。当初、ハリソンの病状に関する公式な発表は行われなかったが、彼が公の場から離れる期間が長引くにつれて、国民の憶測と懸念が高まった。月末にはホワイトハウスの外まで、 大群衆が押しかけ、大統領の状況についての知らせを夜通しで待ち続けた。病に侵されてから9日後となる1841年4月4日の夕方、就任先生からちょうど1ヶ月後となる、この日にハリソンは亡くなった。在職中に死亡した初のアメリカ合衆国大統領であった。彼の最後の言葉は主治医に語ったものであったが、 副大統領のジョン・タイラーに当てられたものと見られている。さあ、私は、君が政府の真の原則を理解することを望んでいる。それが実行されることを望んでいる。それ以上は何も望まない。ハリソンの死後、30日間の追悼期間が始まり、ヨーロッパ王室の葬儀をモデルとした様々な式典が取り行われた。4月7日、 ホワイトハウスのイーストルームで招待制の葬儀が行われた後、ハリソンの棺はワシントン DC の議会墓地に運ばれ、一時的な受け取り保管庫に置かれた。同年の6月、ハリソンの遺体は列車と川の端けでオハイオ州ノースベンドに運ばれた。その後の7月7日に遺体は オハイオ川を見下ろせるネボさんの山頂の家族の墓に埋葬された。ジョン・タイラー副大統領が大統領に昇格すべきか、それとも空席のまま職務を遂行すべきかがアメリカ合衆国憲法で不明確であったために、ハリソンの死は大統領の継承に関する短い牽制の危機を引き起こした。タイラーは大統領の全権と君を遂行するという憲法上の義務を主張し、 大統領就任宣誓を行い、大統領が任期中に去った、際の大統領権限の秩序ある、移行の重要な前例を作った。以後、偶然にも、ハリソンのようにゼロで終わる年の大統領選で、勝利した者が在任中に死亡することが続いた。この悲劇の法則は、1811年にティッペカヌーの戦いで、ハリソンが戦った、小児族の指導者の名前のテカムセから、 テカムセの呪いと呼ばれるようになった。ゼロファクター伝説とも呼ばれる。この法則は暗殺未遂事件を生き延びた上に2機を完遂した、ロナルド・レーガンによって破られた。ザカリー・テイラーの死を描いた1850年の絵1850年7月4日、ザカリー・テイラーは、休日祝いに出席して、ワシントン記念塔の祖先を築いた後に、大量の氷水、冷たい牛乳、青リンゴ、 サクランボを摂取したことが分かっている。同日夜、彼は未知の消化器系の病気に侵された。医師は当時一般的であった治療法を施した。発病から5日後となる7月9日朝、テイラーは妻のマーガレットに次のように語って慰めた。私は常に義務を果たし、死ぬ準備ができている。私の唯一の後悔は友達の元を去ることだ。 テイラーはその日の午後10時35分頃に亡くなった。現代の研究では死因は単純性下痢または散発性コレラと言われている。大統領職は副大統領のミラード・フィルモアに引き継がれた。テイラーの葬儀は7月13日にハリソンと同様にホワイトハウスのイーストルームで行われた。その後約10万人が 議会墓地に参列し、看護屋は一時的に保管庫に安置され、10月にケンタッキー州ルイビルへと移送された。1850年11月1日、テイラーは自宅にある家族の埋葬地に葬られた。彼の死の直後からテイラーは奴隷制を支持する南部人によって毒殺されたという噂が広まり始め、様々な陰謀説が20世紀後半まで続いた。 テイラーの死因は1991年にケンタッキー州の主任検視官が遺体を発掘、検視したことで明確にされた。オークリッチ国立研究所で実施された中性子活性化分析では基礎レベルが低すぎたために中毒の証拠は示されなかった。分析によって当時のワシントンは下水道が開かれて飲食物が汚染されていた可能性があるためにテイラーは これらが急性の胃腸炎を患ったのだと結論付けられた。エーブラハム・リンカーンを射殺する直前のジョン・ウィルクス・ブースを描いた絵。リンカーンと同席しているのはメアリー・トット・リンカーン、クララ・ハリス、ヘンリー・ラスボーン。エーブラハム・リンカーンの暗殺事件は南北戦争末期の1865年4月14日の正金曜日に発生した。これは アポマトックスコートハウスの戦いの後にロバート・イーリー将軍と北バージニア軍がユリシーズ・エス・グラント将軍とポトマック軍に降伏してから4日後のことであった。リンカーンは史上初めて暗殺されたアメリカ大統領であった。リンカーン大統領の暗殺はアメリカ連合国の信奉者でリンカーンの熱心な避難者でアメリカ合衆国における 奴隷制廃止の強い反対論者であった著名な舞台俳優のジョン・ウィルクス・ブースによって計画、実行された。ブースとその共謀者の一味は当初はリンカーンの誘拐を企てていたが、その後は南軍の大義を支持するために行かれ、副大統領のアンドリュー・ジョンソン、国務長官のウィリアム・ H ・スワードの暗殺計画へと変貌した。 ジョンソン暗殺者となる予定だったジョージア・ツェロットは結局実行しなかったためジョンソンは大統領に昇格した。またルイス・パウエルによるスワード暗殺は実行に移されたものの彼は軽傷で済んだ。リンカーンは1865年4月14日の午後10時15分頃ワシントン DC のフォード劇場で妻のメアリー・トット・リンカーンと共に 我らのアメリカのいとこを干渉中に頭部を一発撃たれた。偶然にも、フォード劇場を訪れていた軍医のチャールズ・ディール博士は、リンカーンは致命傷を負っていると判断した。昏睡状態のリンカーンは、劇場からピーターセンハウスへと運ばれ、翌4月15日の午前7時22分に亡くなった。暗殺事件から2週間も経たない1865年4月25日。 ブースとその仲間のデビット・ヘロルドは、バージニア州ポートコンウエイの米派小屋に追い込まれた。ヘロルドは投降した一方、ブースは、ボストン・コーベット軍僧から受けた銃撃によって26日、早朝に死亡した。リンカーンの死後、3週間に及ぶ一連の公式行事が開催された。彼の遺体は4月18日にホワイトハウスのイースに一般公開された。 翌日葬儀が行われ、カンオケはペンシルベニア大通りから合衆国議会議事堂に運ばれてロタンダに安置された。国会議事堂での遺体の一般公開の後、イリノイ州スプリングフィールドに運ばれ、1865年5月4日にオークリッチ墓地に埋葬された。埋葬地は現在はリンカーン墓集立史跡となっている。フランク・レズリー差し絵新聞に掲載された。 チャールズ J ギトーによるガーフィールド大統領銃撃直後の絵。ガーフィールドの隣は国務長官のジェームズ G ブレイン。ジェームズ A ガーフィールドの暗殺事件は1881年7月2日にワシントン DC で発生した。ガーフィールドは第20代大統領に就任して4ヶ月も経たない。この日の午前9時30分にチャールズ J ギトーによって銃撃を受け。 その11週間後の1881年9月19日に亡くなった。これにより副大統領のチェスター・エー・アーサーが大統領に昇格した。ガーフィールドは夏季休暇のためにちょうど7月2日にワシントンを離れる予定であった。その日2頭はワシントン DC の現在の6番街トンスティチューションアベニュー南正確に存在していたボルティモアポトマック鉄道の駅で ガーフィールドを持ち伏せしていた。ガーフィールドはスピーチをする予定である母校のウィリアムズ大学に向かうために6番街の駅に来た。ガーフィールドには息子のジェイムズとハリー、国務長官のジェームズ・ジー・ブレインが同行していた。また陸軍長官のロバート・トットリン・カーンが見送りのために駅で待っていた。ガーフィールドにはボディガードや警護特務部隊がついていなかった。 南北戦争中のエイブラハムリンカーンを除く初期のアメリカ大統領は護衛をつけなかったのである。ガーフィールドが駅の待合室に入ると義トが前に出て至近距離で背後から引き金を引いた。神よ、これは何なんですかと絶叫し腕を振り上げた。義トは再び発砲するとガーフィールドは倒れ込んだ。一発は ガーフィールドの肩をかすめたもののもう一発は背中に命中し、腰椎を通過したが脊髄は外れた。ガーフィールドは意識を保っているモノショック状態となり、駅の2階へと運ばれた。体内には一発の弾丸が残っていたが、医者はそれを発見できなかった。息子のジム・ガーフィールドとジェームズ・グレインは両者ともに錯乱して泣き出した。ロバート,トット・リンカーンは、 父の死を思い出して憤慨し、この街でどれだけ悲しい時間を過ごしただろうかと述べた。ガーフィールドはホワイトハウスに運ばれた。医者は彼はこの夜を越せないだろうと言ったが、ガーフィールドは死なずに意識を保ち続けた。翌朝のバイタルサインは良好であり、医師たちは回復を期待した。長い寝ズの番が始まり、ガーフィールドの主治医たちは定期的な速報を出し、 アメリカ国民は1881年の夏中は常にそれを追い続けた。彼の状態は不安定であり熱の上下が繰り返された。ガーフィールドは固形物の摂取にも苦労し夏の間ほとんど口にできずに流動食のみで過ごした。ガーフィールドはニュージャージー州ロングブランチの海岸沿いの町の定期的な来訪者であった。そこは 第一次世界大戦まではアメリカの主要な夏休みスポットの一つであった。9月初旬、ビーチの空気によって体力が回復されることを期待してガーフィールドはロングブランチの南のエルベロンに移送されることが決まった。ガーフィールドが自分たちの街に来ると知った地元市民は24時間以内に販売ル以上の線路を設置し、彼を 地元のエルベロン駅から馬車で移動させるのではなく、海に面したフランクリンのコテージのドアまで直接連れてくることを可能にした。しかしながらガーフィールドは到着から12日後の1881年9月19日に亡くなった。ガーフィールドロードにある花崗岩のマーカーは1950年に取り壊されたコテージのかつての場所が示されている。5ヶ月に及ぶ激動の間、 全国のアメリカ人たちは報道機関によってその進展を知らされ続けた。フランク・レズリー差し絵新聞の発行者であるミリアム・レスリーは銃撃から遺体の防腐処理までの重要な瞬間を完全に図解した記事を迅速に出版した。チェスター・アーサーは9月19日の夜にニューヨークの自宅でガーフィールドの訃報を耳にした。アーサーは最初に知らせを受けた際には 願わくばはが神よ、それが間違いであることを願いますと言った。しかしながら、電報による確認もすぐ後に到着した。アーサーは、ニューヨーク州行為裁判所の判事の立ち会いの下で、大統領就任先生を行い、ワシントンに行く前に、弔問のためにロングブランチに向かった。ガーフィールドの遺体は、ワシントンに運ばれ、そこで2日間国会議事堂のロタンダーに置かれた後、 クリーブランドに移送されて9月26日に、そこで葬儀が行われた。フランクリンのコテージに急増された線路が後に取り壊されると、俳優のオリバー・バイロンはその枕木を購入し、それを利用して大統領を記念して、地元の大工のウィリアム・プレスリーに小さなティーハウスを建てさせた。赤と白のガーフィールドティーハウスは、現在も残っており、かつての成功会であった。 ロングブランチ歴史博物館の敷地内にあるコテージの敷地から数ブロック離れた場所にある。教会はガーフィールドに加えて、チェスター・エー・アーサー、ユリシーズ・エス・グラント、ベンジャミン・ハリソン、ラザ・フォード・ヘイズ、ウィリアム・マッキンリー、ウッドロー・ウィルソンもロングブランチ訪問時に出席したことから大統領教会と呼ばれている。レオン・チョルゴッシュが隠し持っていたリボルバーで、 マッキンリーを撃つ様子を描いた絵ウィリアム・マッキンリーは1901年9月6日にニューヨーク州バッファローで開催されたパンアメリカン博覧会敷地内のテンプル・オブ・ミュージックで暗殺された。マッキンリーは監修と握手をしている際にポーランド系アメリカ人のアナキストのレオン・チョルゴッシュによって撃たれた。マッキンリーは8日後の9月14日に弾丸の傷によるエソで亡くなった。 マッキンリーは1900年の大統領選で2期目を勝ち取った。マッキンリーは市民と会うことを楽しんでおり、職務中に護衛をつけることには消極的であった。秘書官のジョージ・ b コーテル優は、テンプル・オブ・ミュージック訪問中の暗殺を警戒して2度予定を中止しようとしたが、マッキンリーはそれを取り消した。チョルゴッシュは1893年の強行の際に職を失い、 その後はその外国の信奉者が首脳を殺害したという政治哲学のアナキズムに傾倒する。マッキンリーを抑圧の象徴とみなしたチョルゴッシュは彼を殺害することがアナキストとしての自分の義務であると感じた。大統領の博覧会訪問の序盤に近寄ることができなかったチョルゴッシュは彼がテンプルのレセプションラインで握手をしようと手を伸ばした際に二発撃った。 一発はマッキンリーをかすめたが、もう一発は彼の腹部に命中してそのまま体内に止まった。マッキンリーは当初は回復の傾向を見せていたが傷が餌となり、9月13日には悪化し、その翌日早朝に亡くなった。彼の後任として、副大統領のセオドア・ルーズベルトが昇格した。ルーズベルトはニューヨーク州アディロンダック山地のマーシー山で、 伝令から不法を聞かされた。マッキンリアン殺事件後、チョルゴッシュは、電気椅子で死刑が執行され、またが衆国議会は大統領を警護する任務を、シークレットサービスに公式に課す法律を可決した。ホワイトハウスの北側ポルティコの前で馬車によって運ばれる、ハーディングの棺、オレンジーハーディングは、サンフランシスコを訪れていた百二十三年八月二日。 ホテルのスイートルームで7時35分頃に突如、心臓発作を起こして亡くなった。彼の死後すぐに毒殺説や自殺説が浮上した。毒死の噂の一部は、ハーディング大統領の奇妙な死によって煽られ、その本で著者は、ハーディング夫人が彼の不定を知った後に夫を毒殺したことを示唆した。ハーディング夫人が大統領の検視を許可しなかったことは、憶測を増した。 しかし、ハーディングの医師によると、彼の死の前の数日間の症状はすべて、うっ血精神不全を示していた。ハーディングの電気作家のサミュエル・エイチ・アダムスは、オレンジーハーディングは、自然死だったが、いずにせよ長く生きることは難しかったと結論付けた。ハーディング大統領の死後すぐに、ハーディング夫人は、ワシントン DC に戻り、公認のカルビン・クーリッチとそのファーストレディと共に、 ホワイトハウスに一時滞在した。一ヶ月間にわたって、ハーディング夫人は元大統領の公式及び非公式の書簡や文書を集めて燃やした。さらに、オハイオ州マリオンに戻ったハーディング夫人は、大統領の個人的な書類を集めて燃やすために多くの秘書を雇った。彼女によると、夫の遺産を守るために、このような行動を取ったとのことである。残った書類は、 マリオンのハーディング記念協会が保管し、一般人が観覧できないようにされている。ルーズベルトの棺を運ぶ馬車が、ペンシルベニア大通りを進む、様子1945年3月29日、フランクリン D ・ルーズベルトは、ジョージア州ウォームスプリングスのリトルホワイトハウスを訪れ、4月下旬にサンフランシスコで開催される、予定の国際連合の創設会議出席前の、 休息をとっていた。4月12日午後1時ごろ、ルーズベルトは後頭部がひどく痛むと述べ、これが彼の最後の言葉となった。それから彼は意識を失ったまま椅子に前鏡になり、寝室に運ばれた。主治医であるエドワード・ブルーエン博士は大規模な脳内出血であると診断した。ルーズベルトはそのまま意識を取り戻さずに同日午後3時35分に、 亡くなった。小説家のアレンド・ルーリーは後に、これを、そうして一つの時代が終わり、また別の時代が始まったと述べた。ルーズベルトの死後、ニューヨーク・タイムズの社説には、今から100年後、人々は、あの時代に、フランクリン D ・ルーズベルトが、ホワイトハウスにいたことをひざまずいて、神に感謝するだろう、と書かれた。ホワイトハウスでの晩年。 ルーズベルトがますます過労に陥っていた頃に、娘のアンナ・ルーズベルト・ボッタイガーは父を手伝うために引っ越してきた。アンナは父のかつての愛人で、その当時は未亡人となっていたルーシー・マーサー・ラザファードとの面会を手配した。死の現場にいたルーズベルトとマーサーの両方の親友であるエリザベス・シュマートフは二人が不倫をしているという悪評を避けるために、 マーサを急いで遠ざけた。夫の不法を聞いたエレノア・ルーズベルトはアンナがマーサとの面会を手配し、マーサがフランクリンの死に際に居合わせた事実にも同時に直面した。4月13日朝、ルーズベルトの遺体は国旗に包まれて棺に入れられて大統領列車の中に運ばれた。4月14日のホワイトハウスでの葬儀の後、ルーズベルトは列車で ハイドパークに戻り、陸軍、海軍、海兵隊、沿岸警備隊の各代表者一人ずつによって警護された。ルーズベルトの希望に従い、遺体は4月15日にハイドパークの自宅であるスプリングウッド邸のローズガーデンに埋葬された。1962年に亡くなったイレノアは、夫の隣に埋葬された。ルーズベルトの死はアメリカ及び世界中に衝撃を与えた。 彼の健康状態の悪化は一般の人々にはほとんど知らされていなかった。ルーズベルトは歴代最長となる12年の大統領職を務めており、ナチスドイツ及び大日本帝国の降伏を目前とした死であった。彼の死後1ヶ月も経たない5月8日にヨーロッパ戦線は終戦した。その日61歳になった公認の大統領のハリー・エストルーマンは、 ヨーロッパ戦勝記念日とその祝賀会をルーズベルトに捧げ30日間の追悼期間中はアメリカ中の国旗が半旗で掲揚されたその際にトルーマンはフランクリン D ・ルーズベルトがこの日を目にするまで生きていることが唯一の願いだったと述べた暗殺される直前の大統領リムジンに乗るケネディ大統領とジャッキー・ケネディコナリー知事とネリー・コナリー 在任中に亡くなった最新のアメリカ合衆国大統領は1963年11月22日にテキサス州ダラスで暗殺されたジョンカイ・ケネディである。ケネディは午後12時30分に大統領者が D リープラザを通過する際にテキサス教科書倉庫の6階の窓から3発の銃弾を発射したリーハーベイ・オズワルドによって致命的な銃撃を受ける。 大統領が同乗していたのは、ファーストレディのジャッキー・ケネディ、テキサス州知事のジョン・コナリーとその妻のネリーであり、コナリー知事もまたこの銃撃で重傷を負った。車はパークランド記念病院に急行し、その約30分後にケネディの死亡が宣告された。一方でコナリーは、怪我から回復した。ケネディの数台後ろに乗っていた。 副大統領のリンドン・ジョンソンは彼の死後間もなく第36代アメリカ合衆国大統領に就任した。彼はダラス・ラブフィールド空港の滑走路に止まっていたエアフォースワン内で大統領就任宣誓を行った。オズワルドはその日の午後にダラス警察によって逮捕されテキサス州法に基づいてケネディとその後に銃撃された JDT ピットの殺害で起訴された。 二日後の11月24日、死刑務所から軍刑務所へ移送されるオズワールドはテレビ中継される中、ダラス警察本部の地下でダラスのナイトクラブ経営者のジャック・ルビーによって射殺された。ルビーはオズワールド殺害によって有罪判決を受けたが上訴で覆され再審を待っていたが1967年に告死した。1964年、 暗殺事件に関する10ヶ月の調査の後に、ウォーレン委員会は、ケネディ大統領は、リー・ハーベー・オズワルドによって暗殺され、オズワルドは、完全に単独での行動であったと結論付けた。また警察に交流中であったオズワルドを殺害した、ジャック・ルビーも単独行動であったと結論付けられた。それにもかかわらず1963年11月22日の、ダラスで、 本当は何が起こったのかについての憶測は以後、現在までにわたって人々の論争の的となった。1966年から2004年までに実施された世論調査ではアメリカ人の80%が犯罪的な陰謀、または隠蔽工作を疑っていることがわかっている。また数多くの本、映画、テレビ番組、 ウェブサイトによって事件は詳細に調査され、数多くの陰謀説が提唱され、CIA、マフィア、キューバやソ連の政府、公認のリンドン・ジョンソンなどが黒幕として挙げられている。ケネディ暗殺事件の50周年を前にして、作家のヴィンセント・ブリオ氏がまとめた記事によると、孤独な銃撃者説に異議を唱える、様々な陰謀説で合わせて42のグループ、82人の暗殺者、 214人の関係者が浮上していると推定している。ありがとうございます。